海外ツアーで挫折 を味わったのはあれは初めてなんですよね。もう全然ダメです。あ、中身今下げた。終了です。悔しかったっすよね。すいません、弱かったっす。出直してきます。本当の本心としては、自分 の、 その苦手なルシッドをやりに行くんじゃなくて、もっと自分が得意なところで、自分の好きなスタイルで、あの楽しいことをいっぱいしたいっていう、そういう気持ちなんですけど、ぶつかっちゃった壁は越えなきゃいけないんで、ちゃんと行って登りたいなと思います。課題は3手っていう内容もさることながら、例えばトーフックだとかヒールフックだとかキョンしたりだとか、そういうごまかしが本当に全く効かない課題で、純粋にいかに持てるかで、いかにランジを止めるかっていう、そこにかかってるような課題なんです。おお、皮が剥けた。皮ができてない。まだ今まで僕がやってきたことからすると全然やっぱ経路が違う課題で、登りづらい課題なんですけど、一つその自分が今までずっとクライミングを始めてから追求してきた難易度っていうものから一回離れようと。でやっぱそこで自分にとってこれが一番難しかったっていう言える課題が登りたいし、そういう点であのルシッドを登って一回高難度の追求を区切りをつけようかなと。あーくそ、あー終わった。あーもうなんだよこれ。あの傷が分かったと思った、いったと思ったけどな。ちょっといったと思います。うん、日本に帰ってきてすぐに大学を卒業して京都に移住しまして、その生活の環境もトレーニングの環境も大きく変わっていく中で、今まで通りクライミングを続けられるのかなっていう不安はありました。ルシッドに敗退した直後はなんというか呆然としてしまって、この課題を絶対に登るんだぐらいの気持ちでトライしてたので、なんか自分が敗退したことを受け入れられないというか、またこの課題と1年間向かい続けなきゃいけないっていうことに対して自分の中でうまく折り合いがつけられていなかったんですね。あーできた。悪っ、本物より悪いってこれ。自分がなんでルシッドをトライし続けるのかっていうのですごいずっと悩んで、特にルシッドにトライしたいっていう動機も、トライし続ける理由も
最終的にはなくて、本当にただできなかった悔しさだけで課題に向かい続けてたような気がします。今年は1月に大雪が降って、雪解けの水で道がガタガタになってエリアまで車で入れなかったり、こっちに来てからも雨が続いて、最初の3日間全く触れないっていう状態だったので、帰りましょう。最初からすぐに来て攻めて準備を整えていくつもりだったので、本当に出花をくじかれたり、そんな感じの始まり方でした。今日も午前中まで雨が降ってたんですけど、今日の午後にムーブだけでもと思って来まして、でムーブをいざ1年ぶりにやってみたら、去年とは比べ物にならないくらい安定してムーブがこなせたので、なんだそれ早かったっすね。これは指輪とか体のことを考えても今日下からやるのがベストだろうということ で下からつなげてみました。あ、痛い、うわ、避けた。もう流血っていうね、開始3発目にして流血。この課題がいかに指輪に悪いかっていうのを見せつけられる。でもこいつは出ててもそこの練習はできるから。残るわ。おお、やばい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 、今やばかったっすよ。来たかもしれないな、これ。ほんとこの血が止まれば今日にでもいけるかもしれない、うん。いやー、ピリピリしますね。くっそー、あー、惜しい。惜しかった。自分はプロフェッショナルのクライマーじゃなくて、大学院の学生っていう側面がすごい強いと思ってて、クライミングはもう今までもこれからもずっと趣味でやっていくつもりなので、特にルシッドをトライし続けなきゃいけない理由はなかったんですね。ただ今までも特にやりたくないクライミングを全くやってこなかったわけじゃなくて、その純粋に自分のやりたいクライミングを続けてたとしても、今回のルシッドみたいにどうしてもやりたくないクライミングの壁にぶち当たってしまうことはあるんだろうなと思うんですね。で、その時に逃げるのもいいんですけど、純粋にクライミングに向き合い続けるには、やっぱりそのぶち当たった壁をしっかり乗り越えていかないといけないんじゃないかなと僕は思っています。もう、これができたらって考えてたことが、いっぱいあったじゃないですか。だからこっからです。